蘇我のね、源流域ですね。蘇我は上流のね、なぎそ。鉄筋まだほじくり出してなんか行ってるんで、修工事してますね。ちょうど夕日の時間になりましたね。ただいまの気温17度。すごい眩しい。ちょうどね、川がこれせき止められてダムになってるんですよね。落合ダムって言うんですけど、ダムになってましてね、この辺。ちょうどこのダムのね、水面に夕日が反射してね、今綺麗でした。そう、一見中津川市へね、入りましたね。綺麗な感じかもしれないですね、これね。日中はね、天気良くていい天気だったんですけどね。山口総合でした。この辺がだからね、山口村合併でね、岐阜県になった、中津川になったところですね。あ、中津川市山口って書いてある。本当は長野だったんですよね、この辺までは。
コーヒー間に合うかな。ちょっとね、中津川へ来てね、一軒だけ行っておきたいお店があってね、すごい真っ赤です。夕日が真っ赤になってるな。正しければこれかな、この辺だよ、違ったかな、この先か、この先だね。これだ、これさあ、すっかりね、夜の帳も降りてしまってね、暗くなりましたね。さっきのコーヒー屋さんはね、行くときに話してたね、まあ私の友人の
よくね、まあ、友人のいとこ、いとこっていうか、おばさんかな、おばさんがやってた店なんですよね、もともとは。でね、何回かね、あそこは行ったことがあって、当時はね、ガツンとね、引いたストロングコーヒーっていうんですかね、でしたね。まあ何もかもがね、懐かしい感じで、今日の締めくくりですね。さあ、それではね、ちょっと寒くなってきましたけど、頑張ってね、名古屋まで帰って車ね、会社に行かないといけないんで、まあ安全第一でね、帰りたいと思います。それでは皆さん、どうもご視聴いただきありがとうございました。また次の動画をね、よろしくお願いいたします。それでは失礼します。